はい、どうもことです。今回はね、ヨルシカの盗作の解説をしていきます。チューニングがレギュラーチューニングで、あと概要欄のブログに、タブ譜まとめて載しとくんで、よかったら合わせて見てみてください。結構ね、メロディックなリードフレーズと、あとね、リズムがシャッフルなんで、結構難しいんですけど、まあ、結構エモーショナルで、かっこいいフレーズ多いんで、ぜひ覚えてみてください。動画内でもタブ譜つけてゆっくり解説していくんで、よかったら最後までよろしくお願いします。じゃあ早速やっていきます。はい、じゃあ最初しばらくギターフレーズないんで、途中から入ってくるシャッフルの単音弾きのとこ行きます。はい、ここなんですけども、まあフレーズは左手は簡単なんですけど、右手の、まあ、この跳ねたリズム、これが結構難しくて、しかも単音弾きなんで、こう全部コード弾きなら結構簡単なんですけど、こう単音弾きのシャッフルがあんまり僕も得意じゃなくて、結構ブレやすいんですけど、まあ、結構 YouTube とか見てると、なんか腕の振り使ってる人多いんで、多分そっちの方がいいと思うんですけど、僕はあの指先だけでこう、まあ、完全に手固定して、指先だけで弾いてる感じなんで、ここそれぞれのまあスタンスでいいと思うんですけど、あと全部あの右手のブリッジミュート、この主張の部分をブリッジに当てて、全部ミュートしてます。倍音消してこう、パーカッシブな感じで弾いてます。最初の音が3弦の13フレットスタートで、ここ人差し指で一緒に弾いてます。ここが1弦の16フレットなんですけど、ここねミュートあんまり強くかけると音が消えちゃうんで、まあ、ちょっとミュート緩めるというか、まあ、気持ちこうちょっとブリッジ側に寄せる感じですね。はい、こんな感じです。じゃあタブ譜出しながらゆっくり弾きます。はい、で次サビ前の、まあ、ワンフレーズなんですけど、はい、ここなんですけど、最初スライドで4弦の15フレットまで入って、こう言ってます。で、こっからサビに入るので、2弦の16フレット、ここまではあのセットで練習した方がいいと思います。こういう感じで入るんで、ここをワンフレーズって考えてると、あのサビの入るがちょっと遅れちゃうんで、でここまでをセットで考えるっていうイメージで練習するとスムーズにサビに入れると思います。はい、じゃあ次サビいきます。これを繰り返しですね。でこれもね結構リズムが難しくて、まあ、僕もちょっとずれやすいんですけど、2弦の14フレットを押さえたまま、で中指と薬指で16フレットと18フレットを押さえてます。でここで1弦の16フレットに行きます。1回だけ弾いてすぐまた2弦に戻るんで、まあ、ちょっとリズム狂わせというか結構ブレやすいです。ここでだからここも部分的に練習することをおすすめします。ここで21フレットまで行くんで、結構僕みたいにこうレスポール使ってる人はちょっと弾きにくいと思うんですけど、でリズムも常にあの跳ねた感じなんで、まあ、そこだけ気をつけて、まあ、ブレないように。でここもサビの入りと一緒で、こっからすぐにまたあのサビのフレーズに戻るんで、こんな感じで戻るんで、でここまでをワンセットで、まあ、イメージして練習すればやりやすいと思います。
じゃあゆっくりタブ譜出しながら弾きます。はい、こんな感じです。で、2番も大体同じで、まあ、ちょっとフレーズ変わるぐらいなんで、まあ、ちょっと飛ばします。じゃあ次間奏の部分やっていきます。ここはね、ここの21フレットを小指で押さえるっていうのがちょっと難しいんですけど、まあフレーズ的には基本的にはシンプルです。なので結構その規則性がないので、まあ単純にその覚えるっていうのが大変ですね。まあ楽譜しっかり覚えて、まあと、まあちょっと若干ストレッチ気味というか、こう指開いたりする場所が多いんで、まあそこだけ気をつけて他の弦に触れて、こう、音が止まってしまわないように気をつければいけると思います。で、右手は基本的にオルタネイトの、まあ、僕インサイドで弾いてます。1弦アップで弾いて2弦をダウンで弾いてます。ずっとこれの繰り返しです。はい、じゃあタブ出しながらゆっくり弾きます。はい、じゃあ最後ラスサビの、まあ、途中から入ってくるリードパートをやっていきます。ここは最初チョーキングして一音チョーキング、ここの音になるように一音だけ一瞬だけ上げて、で上げてすぐ戻します。でこれもリズムが結構難しいんで、まあブレないように、まあ跳ねる感じのイメージで、キープしつつ、で最初のこのチョーキングの時にチョップって言って、若干この低音源も一緒に鳴らすんですよ。ミュートしながら。で、結構ザクザクした感じの、まあ、結構ニュアンス出るんで、まあ、これを混ぜつつ、ここで1弦の16フレットいってます。まあここでも結構1弦の16、13いくんで、まあここも結構リズムぶれやすいんで、まあキープしながら弾きます。はい、じゃあゆっくりタブ譜出しながら弾きます。はい、じゃあ今回こんな感じで終わります。まあ結構ね、右手のリズムがずっとシャッフルなんで難しいんですけど、まあクリック鳴らしながら、まあ、練習すると安定するかと思います。はい、じゃあよかったら概要欄に僕のブログとか SNS の各種リンク貼っとくんで、よかったら覗いてみてください。最後にじゃあ高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではまた。